ガリシア州内の一赤ニーサは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体、コマルカダ・パラダンタに属する。ガリシア統計局によると、2012年の人口は5511人。住民故障は、男女同系の経緯にセンス。カスティーリア語による表記は、ラコニーザ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は95.80%。赤ニーサは、 ポンテベドラ県の南東部に位置し、コマルカダ・パラダンタに属する。隣接する自治体は、北西がコベーロ、北東がメロン、東がクレセンテ、南がアルボ、西がアスネ・ベス、サルバテーラ・デ・ミーニョ、モンダリス。自治体の中心地区はアカニーサ教区のアカニーサ地区。アカニーサは、ポンテアレイアス司法管轄区に属す。 住民は9の教区の263の地区に居住する。自治体市長は、ガリシア国民党のミゲルアドルフォド・ミンゲス・アルフォンソ、自治体評議員は、ガリシア国民党、7、ガリシア社会党、5、赤、1となっている。赤兄さんは9の教区に分けられている。太とは、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。